皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。今日はレアドロップ狙っていきたいと思います。何のレアドロップかというと、シルバーデビルが落とす竜王軍の旗、何回で落ちるのか、とりあえず行ってみます。ってことでチャポチャポ島に到着です。シルバーデビルは通常ドロップしかまだ落ちたことがないし、確か1回しか戦ったことがないので、何回で落ちるかなあのメタルキングの時に王者の剣かなり時間かかったので、サクッと落ちてくれると嬉しいんですが、わかんないですね。とりあえず探しに行こうと思います。この辺いないな。いたいた。その前にお肉よし行こう。確かね、千年氷だったかを落とした気がするんですけど、うおー飛ばされてる。通常ドロップは星1のやつなんですよね。ムーンブルクで使った魔法兵器の元になってるあれだったはず。うー寝てる。あ、でも削れるの早いな。シロウくんが強い。もうちょっと。とりあえず1回目楽しみですね。なんか普通な気しかしないんだけど、通常ドロップな気がする。あ、やばいやばい、またおー、あ、普通だった。千年氷の結晶。2回目、いくぞー。あ、これあのキラーパンサーから降りてすぐに攻撃しようと思ってジャンプして出るんですけど、ロケットジャンプができるだけで攻撃当たらないんだよね。これ練習しないとですね。あ、うまいこと。風のマントで飛んでるときは最近ねうまくいくんですけど、キラーパンサーからのジャンプで攻撃当てたい。これなんかあのサブ的今日の目的にします。あー、でも削れるの早いんだ。ハカブサの威力すごいですね。早い。お、木ってこうなるんだ。あー、また同じのドロップしちゃった。あの発見したのはいいんですけど、今さっきはぐれメタル倒してみたんですけど、普通にあの置物出ました。あ、いや惜しかったよね。こっち向いたからだよね。うまくいくかなって思ったんだけどな。あとね、なんかさっきから指導くんがいなくてどっか行っちゃいました。一緒には来てるはずなんですけど、どこ行ったんだろう。待って、私あのハカブサじゃないやつ使ってたからそりゃ入らないよね。なんでこんなに攻撃力悪いんだろうと思ってたんだけど。ああ、ハグリメタルの時に変えてそのまんまだったのがまずかったですね。そうするとさっきジャンプして一番最初に一撃決まっててもちょっとしか入んなかったです次からは気をつけます。本当に指導くんがいなかったですね。別になんか倒れちゃったわけでもなさそうなんだけど、どこに隠れてるんだろう。これ私初めてなんですけど、迷子になることってあるんでしょうか。なぜか指導くんが迷子になるっていう。あ、しかも眠っちゃった。ちょっと起きて私。よし。いや、指導くんいないと遅い。めっちゃ時間かかる。どこ行ったんだろう。なんかいつもだったら後ろからついてきてくれてるイメージなんだけど、どこ。これ船戻った時にいないとかそういうパターンないですよね。一緒に来てるからいるはずなんだけど、なんか周りのモンスターとはキラーパンサーは戦ってるけど、シドってここにいないな。んでこれで落ちたらウケる落ちたんだけどあれ、リフォーグの旗、シドくんいなくて落ちたよ。
あれ？あ、でも早かったですね。3回だ。ただ、あの、竜王の部屋を作るときには2本必要で、もう1回来てみようかなって思います。もしかしたら連続で落ちるかもしれないし、もしかしたら、シド君がいないから落ちたのかもしれないので、まあ、とりあえず戻りますか。でもここ戻った時にいなかったらどうしよう。置いて行ってしまうとかやないよね。いるしってどこいたのね、シドーくん。おかしいでしょ。ねえねえ、さっきいなかったですよね。いや、旗ゲットしたけどシドーくん、あれかな、竜王軍の旗だからシドーくんいないパターン。いや、それはさすがに。行きましょう。再び戻ってきました。今回はちゃんと指導くんがいるよね。さっきもいたんだけどね。どこで引っかかってるのかちょっとわかんないんですけど、とりあえずさすがに2回連続でどっかいなくなっちゃったりはないと思うんで、一緒に行きます。お、発見早っ。ちょっと待って、戦おう。こっちこっち、6割あと変えなきゃシルバーデビル行った時に変えるの忘れないようにしなきゃ。一場所にずっと止まってくれてたからめっちゃ早かったんですけど、めっちゃ逃げてる。え、びっくりした。もう消えちゃうかと思ってしまったけど、この子って確か消えないですよね。仲間とかに なりたくなっても1体はいるから普通に連れて帰るのやめます。あ、これ仲間になるパターンじゃないかな。モコモコしてるし、まさか。もうね、あのビルダーハート100もらえるんですけど、1匹いるし結構溜まってるので、さよならします。さよなら、ごめん。でシルバーデビルを探します。こうだよね、ジャンプの練習ちゃんとしよう。ちゃんとついてきてますね。いるじゃん。はぐれメタル倒したからいなくなるとかそういうあれではないっぽいので、今回はあれかな、3体で倒しに行けるかな。うわでかいのいたんですけど、今回はそれじゃないからやれません。時間かかるし、とりあえずあれ強いからやるときは、なんかあのストーンマンとか連れてきて戦おうと思います。ギロチン落とすから本当はやりたいんですよね、早く。あの監獄島からギロチンを持って帰ってくればよかったんですけど、何も取って帰ってこなかったのですごい後悔してます。なんかギロチンの方が時間かかりそうですよね。一本は竜王軍の旗落ちてくれたんで、とりあえずは安心なんだけど、ギロチンは不安だな。あとなんかいないね。なんで？え、こんなにいないの？なんかあんまりいないんだけどな。あれかな、近くに強いモンスターじゃないけどでかいのいたからかな。ほんといない。え、どこ？いないですね。あれ？もうそろそろいてもいい頃だと思うんだけどな。もう本当にいない。遠くからでも若干影は見えるから、見えるはずなんだけど、入り組んでるから、もしかしたら逆サイドかな。あの、私の癖なんですけど、右回りで見ちゃうんですよね。だから左側にいたら一周しないと見つけられないから時間かかるんだよね。いない。え、ここなんだろう、すごい憎んでる。あ、いたいた、発見、やっとだ。あ、連続で落とすかな。おお、決まったけど1だ。待って、カブサじゃない、さっき帰るって言ってたのに。
何やってんですか私。せっかく攻撃当たったのに1だよダメージ。悲しすぎる。まあ今回はシドくんいるからさっきよりは早いと思うんです。まあいいかな。あとはあれですね、サブの目的のキラーパンサーからの直接攻撃も1回は成功したからいい収穫なんじゃないかなと思います。見える、なんか足が悪いね。170結構入るんだな。回転切りもいいかも。もうちょい、さあ落ちろ。あ、2本目落ちた。うわー連続だ。あ、意外と早いかも。もう前回のキングよりめっちゃ早い。王者の剣の方が時間かかるんですね多分。いや、やったことある方だとどっちなんだろう。うわー結構遠くまで来てる。だいぶ走り回って2本目ゲットできました。さあこれで帰りましょう。とりあえずさっき獅童くんがいなかったことに関してはどこかで尋問ができればしたいですね。さーてでまだ引き継ぎ要素のビルダーズ1から乗って竜王軍の旗持ってきて、あ、竜王軍の旗じゃないや、竜王のなんだっけ席椅子持ってきてないんで、とりあえずここに配置しておこうと思います。奥の方にとりあえずなんですけど同じような建物ができる予定です。そして、確か飾りのところに、あったあった、ドラゴンの柱があるんでこれも今回で開けておこうと思います。はい、先端に竜の頭部ができた柱。これビルダーズ1の時にもあって、確かに部屋をね作ったんですよね。懐かしい。あとなんかあれですよね、色違うんだよね。邪教のって緑っぽいけど竜王軍の方ってなんか城とかも白だったよね。そういえば思い出しました。で今作でもあれですね、姉子のなんだっけ絵とかもあったりするんでめっちゃ嬉しいです。はい、ということで2本ゲットできました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!